トンネループ第7回実況、実況者はアルセ、よろしくな。早速だが、橋本の改造シーンを終えてトンネルを進む高文と橋本の続きからやっていこう。ノーカット版だから途中で噛んだり咳したりは許してほしい。実況スタート。まだダメと決まったわけじゃない。だから彼がそう言っても不思議ではなかった。トンネルの先を見据えた橋本はそう言って足取りを力強くした。いつの間にか落ち込んだ様子はなく、口調も力強いものに戻っている。不確かな情報だけで4人で仲良くなれないって諦めたくない。真の強さは美徳だ。だが高文は手放しで同意することはできなかった。高文は彼よりもずっと慎重に生きているのだ。そうは言ってもどうしても相性が合わないことはあるだろう。だっておかしいじゃんか。あいつら今までは仲良かったのに。だから一芝居打ってんだってば。水面下では亀裂があったんだろう。ジンはよく新たをからかっていたし、案外不仲が表面化していたのかも。本当にそうか。俺は今まであいつらと話してきてそんな気配は感じなかった。だとしても今まさに目にしただろう。そもそも人を切りつけようとしたり殴りつけた時点で、それだってあいつらそんなことするやつらじゃない。こんな状況だから本性が出たのかもしれない。俺たちはまだ二人のことを深くまで知らなかったんだ。実際に見たことを受け止めないといかん。実際じゃない。あんなのノイズだらけで顔もまともに見えなかっただろ。振り向いた橋本の力強い視線に見つめられ、高文は何も言えない。本当にああいう奴らだったんだって信じるのは、ちゃんとしっかりはっきりじっくり顔を見て声を聞いてからだ。しばらく歩いていると橋本が不意に足を止めた。高文は二人についての考えを空回りさせていて、それに気づくのが遅れてしまう。つんのめりそうになりながら立ち止まり問いかけた。どうした？さっきからなんか変な感じがするんだ。トンネルが終わらないことか。それもあるけど、なんかこうバランスが変っていうか。首をかしげ不可解そうに前方を見つめる。地面が少し傾いているような気がする。どういう意味だ？前に進むことで少しずつ下へ降りてってるんじゃないかってこと。高文の方こそ首をかしげたくなってしまう。ここは平地で近くに坂もない。トンネルだって山を貫いて地面と平行に通っているはずだ。どうしてそう思うんだ？単に感覚的に。水滴が滴ってんならこの水を垂らしてみればわかるんじゃないか。斜面だったら流れていくだろう。本当に微妙な程度だから俺の勘違いかもしれないけど、長い間暗い兵所にいたから感覚がおかしくなっているんじゃないか。そうでなくとも打ちのめされるような出来事があったのだ。不安定になっていてもおかしくはない。しかし橋本は納得できないようだった。あ、ここでビー玉が登場ですか。これ置いてみればわかるだろう。そう言って取り出したのは、家からずっとポケットに入れっぱなしにしていたビー玉だ。つるりと丸いガラス玉、平行でないととどまってはいられない。橋本はしゃがみ込み、高文は中腰で手元を覗き込んだ。ビー玉を地面に置き、
添えていた人差し指を離す。高文は何気なくそれを見ていた。ビー玉がとどまるならよし。止まるならよしかな。転がるにしても少し行って止まるだろうと。何も気負うことはなかった。しかし、ビー玉は指から解放されると前方へゆるく転がり始めた。少し蛇行しながらも動きを止めることはない。二人は動かないまま視線だけでその後を追う。ビー玉は見守られながら速度を上げてゆき、勢いをつけてどんどん遠ざかってゆく。視界の中で小さくなっていくそれを二人は追いかけることができなかった。目を丸くして硬直している間にもう追いかけても間に合わないところまで行ってしまった。そして一度キラリと光を反射した後、闇に飲まれて見えなくなった。二人は揃って同じように闇を見つめたまま硬直していた。やがて乾ききった喉が水分を求めごくりと動く。それを合図にして体の自由を取り戻すと、橋本も立ち上がった。やっぱここ傾いてる。下に向かってる。下とはおかしいだろ。下ってどこだ。このトンネルはどこへ通じてるって言うんだ。わかんないけど、例えば。橋本は戸惑い目をしばたかせる。ジンが言ってたみたいな。冗談のような響きだが、少しも笑えなかった。暗く湿ったこの、わからんな。地獄への道としてはできすぎている。あの掲示板の書き込みにも書いてあった名前だよな。なんて読むんだこれ。坂道かな。それならばひとしと新たは地獄へ落ちたとでも言うのだろうか。それすらもあの映像を顧みるに否定しきれない。高文と橋本はもう随分とこの道を歩いてきた。いや、下ってきた。これだけ下ったならば今はどれほどその場所に近づいているのだろう。視線を上げて闇の奥を見やる。今は何も見えない。しかし、いつあの二人のもとに現れた何かがやってくるか。もうここまでだ。戻ろう。橋本の腕を引いてキビスを返した。そうしている間にも自分の足が震えていることがわかる。膝が折れそうなのを叱咤して踏みとどまっているが、本当は恐ろしくて仕方なかった。これ以上進んではいけない。そう第六感が警鐘を鳴らしていた。このまま進めば二人は必ず戻れなくなる。逃げるなら今しかない。橋本の腕を掴んでキビスを返す。彼は迷っているようだったが、ややあって後に続いた。その時だった。連れてけ。割れた声が響き、割れた声が叫び、トンネルに反響する。思わず足を止める。どこからか誰かが叫んでいた。連れてけ。置いてくな。ここにいろ。死にたくない。ザリザリと亀裂の入った声が反響し、二人を取り囲む。手の中で携帯が熱を持っていた。無意識に目をやれば、また何かの動画が再生されていることに気づく。遅れて気づいた橋本も画面に視線を向けた。画面はやはりトンネルの中を映している。それは変わりないが、一つ異質なものがあった。足だ。
ほとんど暗闇に溶けてしまっているが、トンネルに立つ誰かの足が映っている。足から上は画面の外。ちょっと俺の実況プレイ動画中にはちょっと見えないんだけどな。ぼんやりと暗闇に浮かぶ足が恐ろしい。今すぐにでも見え出したいのに画面から目が離せない。不意に橋本が腕を引っ張った。ノイズ混じりの声が響く中、かき消されそうになりながら言う。高文いる。声を聞きながら視界の端で橋本がもう画面を見ていないことに気づく。ではどこを見てそう言ったのだろうか。へばりつく視線を引き剥がし携帯を避けた。え、しかし足は未だそこにある。ノイズだらけだったはずの足はいつの間にか生々しさを持って地面を踏みしめていた。誰かが目の前に立っている。視線が上げられない。足から上を見ることができない。どうしてそこにいる。画面の向こうにいたはずなのに。どうして。ザリッと音を立てて地面をこすった。乾いた喉が勝手に唾を飲み下し、意志とは反対側に、正反対に視線が上がってゆく。そうしてそこにいたのは赤い。まず思ったことはそれだった。頭からぶちまけられた赤が淡い明かりに照らされてぬらぬらと光っている。首がねじれ折れ、異様に手が長い。いびつな体と闇に埋もれた顔からはおよそ正常な人間性を見出すことができなかった。ノイズが鳴る。俺は人間だよな。目の前のそれが発したのだということに遅れて気がついた。いびつな人型が体を震わせる。俺は人間だよな。何も答えることができなかった。隣で橋本が息を呑むのが聞こえる。やはり答える気配はない。人間だったのに。ノイズ混じりの声が低くうなる。俺は人間だから。それの足がかすかに動く。連れてけ。ぞっと背筋が冷えて思わず後ずさった。言いようのない恐怖が湧き上がり、一瞬で頭の中を埋め尽くす。この声を聞いてはいけない。これは人間の声ではない。橋本が身を翻し、高文の腕を強く引いた。引っ張られるようにして元来た道を駆け戻る。道は長く、外からの光などまるで見えない。足はすくんでしまっていて、いつ力が抜けてしまうかと思うと気が気ではいられなかった。割れた声はやむことなく叫び続ける。耳の痛くなる叫びはトンネル中に反響し、頭を塞いだ。うるさくて仕方がない。頭が割れるように痛い。早く解放してほしい。息が上がる。走り慣れていないせいですぐに肺が痛み出し、喉から血の味がするようになった。足が震えて折れそうになる。ここで倒れてはいけない。きっと後ろからはあの赤い化け物が追いかけてきているはずだ。ということで、ちょうどいいところなんだが、今日はここまでとさせていただこう。第7回トンネルループ実況、また次回をお楽しみにな。じゃあな。